厚生労働省老人、老健局老人保健課の佐々木と申します。えー、本日はあこのコロナの対応等々、非常にご多忙のところ、多くの方々、参加いただきましたこと、感謝申し上げます。また、このようなあの現場の方々との接点という機会を設けてくださいました、ムカサ様、山口先生にも感謝申し上げます。えー、ライフにつきましては、昨年の4月から運用が開始されました。えー、非常に多くの方々にご利用いただきまして、 え入力が大変等々というお言葉もたくさんいただいております。非常にこう期待が高いものだというふうに認識していただきます。えー、本日、こうしてお時間取っていただいて、まあ、参加してくださった皆様におかれましたこのライフについてまあ興味、関心を持っていただいて意欲的にこう取り込もうと思われている方だっただと思います。えー、そもそも科学的介護とは何なのかまた、なぜこうした取り組みが必要になったかとあのこれまでの背景等も一緒に共有したいと考えております。 質疑応答の時間も取っていただいているというところでございまして、ぜひあの現場からの忌憚のないご意見というものをいただけますと嬉しいです。それではどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、本日のセミナー終わった後にあのに、職場の方からまあ科学的介護って何とか、あるいはライフって何なのって聞かれた時に、ある程度こう説明ができるようにあんな形になるようにあのお話しできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 では早速、科学的介護とはということでございます。最近、介護業界でよくあの耳にするような言葉だと思いますけれども、字面だけだと何なのかよくわからないということもまあなんか伺ってますし、ロボットが何かするんですかというようなことを言われたこともあります。やはりちょっとなんかこう見た感じで何を表すというのがわかりづらいというところですで。これについてあの少し説明をしていきたいと思います。 で科学的介護とは何かと言われたときに、これはまあ科学的裏付け、エビデンスに基づく介護という,いうことを指しますで。この科学的介護でどのようなことを目標としているのかというものをお示ししているのが下のサイクルです。え実際、介護の現場で、えー、こう科学的根拠に基づいたあ介護を実践し、まあ、科学的に妥当性のある指標等を現場から収集、集めてきて、それを分析すると。 で結果を現場にフィードバックして、さらにこうエビデンスに基づいた介護の実践につなげていくというサイクルを目指しています。ただ、科学的裏付け、エビデンスに基づく介護といっても、なんかこう聞き慣れない言葉というところでイメージがつきづらいと思いますので、まあ、少し医療の例を取って分かりやすく見ていきたいと思います。でこれ、医療の例ですけれども、医療では30年ほど前からエビデンスに基づく医療というものが進められてきました。 え、医療の領域では、まあ、何らか症状を持った患者さん、まあ、具合の悪い患者さんが病院に来まして、お医者さんは上に書かれているように、まあ、診察をして、まあ、血液検査や CT など、まあ、検査などをして、まあ、病気の診断をして治療するという流れを日々行っています。で、こうしたことを、まあ、私もずっとやってましたけれども、まあ、毎日やっていると様々なこう疑問が出てきます。例えば、こう、A という病気を疑うときに、どんな検査をすればいいのだろうとか、 あるいはこう血液検査で何の項目を調べたらいいのか、あるいは CT がいいのか、MRI がいいのか、あまあそういったことが日々あのこう疑問としてあるわけです。また、A という薬と B という薬、どちらが効くのか、あの日々新しい薬が出てくる中で、まあ、どちらがどういった人に効くのかというのもやっぱりこう疑問に思うと。あるいはこうよく言われるのは、まあ、特にがんの領域ですが、まあ、薬による治療がいいのか、あるいは外科的な手術をした方がいいのか、等、まあ、こういったことはこうずっと言われているとで。もう少し分かりやすい例でいきますと、 アメリカとかの民間療法、まあ、昔から言われていることですけれども、まあ、1歳以上のお子さんの席に、はちみが効くという言い伝えがありましたで。こうした言い伝えが本当なのかというのも、まあ、臨床の現場の人の疑問としてはございますで。こうした疑問を確かめようと、えー、医療の世界では様々な研究がされて、まあ、論文という形で、まああ、科学的な根拠、いわゆるエビデンスというものが蓄積されていきます。 ちなみに、ここに書かれている、あの、子供の席には蜂蜜がつくというのは本当で、まあ、これは論文等でも確かめられています。ただ、まあ、あの、ここ1歳以上と書いてますけども、1歳未満の子供に投与してしまうと、あの、乳児ボツリヌス症という病気を起こしてしまうことがあるので、まあ、十分注意してください。で、こう、科学的根拠エビデンスというと、まあ、少し身構えてしまうんですけれども、まあ、介護の現場で考えてみると、おそらく今、現場の方々の、まあ、こう、経験、あるいはその、長年の勘といった、まあ、匠の技みたいなものは、 きっと存在してるんだと思います。で、個々のまあ介護従事者の方々が現場で培ってきたこう巧みの技みたいなものをまあデータを使ってまあ分析していって、ある程度こう妥当性を確かめていくと、それが科学的な根拠というような形になっていきます。こちらがまあそれでこう実際そう集めてられてきた科学的な根拠、エビデンスを使って、どのようにこ,うこれエビデンスに基づく医療を実施するのかというのを平成11年、まあ、約20年前に厚生省 で実施した、まあ、検討会の報告書に記載されている、まあ、科学的根拠に基づく医療の定義のようなものです。でまあ、科学介護についても、まあ、多少の違いはあるとは思いますけれども、まあ、根底にはこうした考え方が通じるというふうに考えております。えー、と上から見ていきます、えー。まずは1行目というところで、まあ、実際、臨床なり、まあ、介護の現場をしていると、まあ、こう疑問点があります。まあ、先ほど、ページの上段で記載したような疑問が出てきます。 でそうした疑問があったときに、関連文献、まあ、先ほどのページで記載したような、まあ、研究結果というのをいろいろ調べてみます。で今、どうしても介護ではここの研究結果というのがどうしても限られています。 なので、今の段階だといろいろ疑問を持ったことがあったときに、きっと他の職種の人に聞いてみたり、あるいは職場の先輩に聞いてみたり、あるいは他の施設の人に聞いてみたりということをしているんだと思っています。で今後、ここの部分をライフでこで作っていけたらいいなというふうに考えています。でまあ、3行目のところですけれども、他いろいろこう文献を集めてきたところに、批判的な議員と書いてありますけれども、まあ、結局、研究結果、いろいろ集めてきた情報が目の前の人に適用できるのかという部分を考えます。 ま例えば、高齢の男性の症状について知りたくて、いろいろ調べて、良さそうな論文がいっぱい見つかりましたけど、中身読んだら、実は若い女性を対象とした研究だと、そういったことがあって、実際集めてきたものが実際目の前の人に使えるかどうかっていうのをまあ考えるということが必要になります。まあ、研究の詳細を見ないで鵜呑みにしないというのが、よく私もあの学生の頃に言われたというものでございます。でここから先が少し大切です。で 過去に、えー、まあ、ライフを進めていくにあたって、ま、いろいろな、こう、お声をいただいたことがあるんですけれども、まあ、介護は利用者の方を一人一人のまあ価値観とか、そういったものに合わせた介護を提供するというものなんだから、まあ、ライフを使って介護を確実的にするのは望ましくないというようなお声を、ま、いただきました。でもちろん利用者の方、いろいろな方がいると思いますし、まあ、そうしたものを全く否定するつもりもないというか、むしろ、そうした一人一人の価値観ですとか、あるいは個性に合わせた介護。 あるいはその尊厳を保持するというような視点は、まあ、介護をしていく上で極めて重要だと考えています。でそれを踏まえて、これ見ていただきたいんですけれども、まあ、医療の現場ですけれども、あのここから先の部分で、まあ、患者の価値観や意向を考慮した上でというのことがあります。まあ、治療の選択肢、いろいろある中で、まあ、お医者さんなりがいろいろ調べてきた結果というのを押し付けるのではなくて、まあ、しっかり患者さんの価値観や意向を考慮するというのがまあ科学的な。 にに基づく医療というものになってきますでそうした患者さんの価値観や意向というものを考慮した上で、そのお医者さんのスキルを生かして医療を提供するというのがこう、エビデンスに基づく医療というものでして、まあ、介護についても同様でして、まあ、今後いろいろエビデンスが出てくる中で、まあ、利用者さんの方々の価値観ですとか意向を踏まえて、そのスキルというのを発揮して、介護を提供するというのが今後求められてくることなのかなと思っています。 でこちらがまあ科学的介護の歴史というところで、介護ではまだまだ歴史が浅いです、えー。エビデンス研究結果がどうしても限られてくると申し上げました、えー。介護の分野でエビデンスを生み出していくために、国主導の取り組みというのを進めてきました。えー、2017年度に、えー、リハビリテーションに特化する形でビジットというシステムの運用が開始されました。 これは、えっ、ー、と、2017年度から開始して、だいたい2020年3月末時点で約600事業所に参加いただいておりました。で、こう、リハビリのデータだけだったんですけれども、こう、2018年度、そのリハビリのデータについては、介護報酬の中に組み込んでいくということをしました。で、その先、2020年度ですけれども、やはり広く患者さんの状態ですとか、あるいはケアの内容、 というものを集めていく必要があるだろうというところでチェイスというものが始まりました。こちらモデル事業というような形で、試、え、行、ー、的に実運用できるのかどうかというのを、えー、約3000事業所の方々と一緒に進めてきたというものになります。そして、えー、2021年度、昨年の4月、えー、両社ビジットとチェイスを統合する形でライフの運用が開始されまして、 合わせて令和3年度の介護報酬改定の中で、この LIFE というものが介護報酬の中に組み込まれたという流れになっております。でこちら、LIFE なんですけれども、2021年3月末時点で約6万事業所の方に ID を発行しておりまして、その後もそらく増加しているというような状況になってございます。でこちらがまあ科学的介護の目指す姿というところでして、まあ、エビデンスがたまってきて、判断 に使えるようなデータが増えてくると、どういったことが起こるかというと、例えばまあ、こう、本人さんの状態というのがあって、こう、ADL の変化というのを見てみると。で、そうすると ADL がどうもそんなにこう改善していないのではないかと。で、なぜなんだろうと思って、栄養状態の方とかを見てみると、まあ、やはり少し体重があ他の人よりも少ない。じゃあ、なんでこう、体重が少ないんだろうかと思って考えていったときに、食事量を見てみると、 やはり他の人に比べて食事が少ないというのがわかります。で、これで、まあなんで食事が少ないのか、例えばこう食事の好みなのか、あるいはこう一度にそんなにいっぱい量が食べれないとか、まあ多分いろいろあると思うんですけれども、まあそういったところを考慮して、も、ま、う、あ、おそらくこう感触などでまあ食事提供量を増やすことによって、こう体重が戻ってきて体力がついてきて、リハビリテーションもある程度効果が出てくるというようなことができるようになるというのが科学的介護の目指す姿です。 こうした未来を作っていくために、まあ、今、ライフというものをしているんですけれども、まあライフの役割について、えー、ここでご説明させていただきたいと思います。こちら、多くの方、すでにご存知だと思いますけれども、ライフですけれども、まあ、介護サービス利用されている方々の状態ですとか、あるいはこう行っているケアの計画、内容などを、様式という形で入力していただきますと、インターネットを通じて匿名化された状態で厚生労働省に 送信されてきますでその入力された内容を分析して施設の方々にお伺いするということを目指したシステムですで。こちらシステムですので、介護事業所において PDCA サイクルを回していただくために活用するためのツールとして開発がされました。ライフによってこう収集蓄積されていくデータをどう使っていくのかというところが下に記載してございますけれども、フィードバック情報としての活用と。 とかあるいはこう施設での課題の,の把握あるいはまあ行政としても課題の把握等にも使っていくというものになりますで先ほど申し上げたようにこうデータが蓄積されていってこう疑問に思ったことをそのデータを使って分析することによってまあエビデンスというものが作られていくと,、まあ、リリとその現場の疑問に答えるような形のエビデンスというものを積み上げていくことでより質の高い介護の自信につながるというふうに考えております。 でこちら、事前にいただいた質問にもございましたけれども、現在、まだ全国の集計値のみというフィードバックにとどまっております。で今後、データの集積に伴い、データがこう順次集積されていますので、事業所単位、あるいはその利用者単位のフィードバックというのを順次行っていこうというふうに考えております。で先ほどまあご覧いただいた科学的介護で目標としていることというのが冗談にございます。 でこの LIFE の果たす役割というのが赤く囲った部分でございます。LIFE をいろいろデータを入力していただくことによって、科学的に妥当性のある指標等を収集して蓄積し分析すると。そして分析の成果を現場にフィードバックするというのが LIFE の役割だというふうに考えています。ただし、この LIFE というツールをまあ上手に使っていくためには、介護現場の方々にも、 少し変化が必要だというふうには考えております。す、え、で、ー、にあの取り組んでいらっしゃる事業者さんも非常に多いとは思いますけれども、1、えー、つ目として、業務の中に PDCA を組み込んでいく、そういった業務フローにしていく必要があると考えています。でこの PDCA と言いますけれども、まあ、こうした時きにまあ共有、共通のこう評価指標を使うというのがポイントだと思っています。LIFE では ADL がバーセルインデックスでこう統一していたりと。 ある程度共通の指標というのを使っていますけれども、この共通の指標というのは一つのポイントだと考えています。でこう事業所やあの施設でまあカンファレンスとかをするときに、まあ、この方、利用者さん、あるいは新しく入ってきた方、こういう方ですというようなことをまあこう施設の職員の,の中で共有していくときに、複数の職種の方々がまあ同じ物差しで議論をした方がまあ共通の認識を持ちやすいというふうに思っています。こう人によって、 何かこう、お作法みたいな、あの、言い方というのが違うと、どうしても言う人によって、少し受ける印象も違ってくる可能性もあるかなと思っています。で、もちろん、あの、その、そういった独自の視点というのを否定するものではなくて、まあ、少なくとも共通の物差しを、で、こう、議論をした上で、その人により特徴的な、あるいはその特性というものを議論していくというのが、あの、大切だと思います。また、あの、他の事業所さんでも同じ物差しで評価をしている場合には、 他の事業所と自分の事業所、まあ、こう、施設を移られたと、あるいはサービスを変えられたといったときに変化が見やすくなるというようなことが起こります。で、二つ目ですけれども、評価の結果を複数の職種でディスカッションすることが大切だと思っています。あの、まあ、ライフフィードバック、まだ、あの、これからですけれども、まあ、将来的にフィードバック僕が帰ってきたときに、なんかそれをこう、眺めるだけではなくて、 こう評価結果というのをこうみんなで眺めるだけではなくて、その評価結果をまあいろんな職種の方々で議論して、まあ、どういった介入をしていくのかというのをこう考えていくということが必要だと思っています。で、3つ目は、あやはり介護ソフトへの入力などを活用していって、まあ、入力の手間ですとか、まあ、最近ですと、音声で。 介護支援ソフトに入力ができるというようなものもございますけれども、まあそういった記録の仕方をより簡素化していく、あるいはこう標準的なものにしていくといったことが必要になってくるというふうに考えています。ですので、こうライフを上手にまた使っていただくために、あるいはよりこうライフをうまく使えるような形で、こう業務というものを少し変えていくということも必要になってくるのではないかなというふうには考えております。 こちらですけれども、あの、ライフの将来像というところでございまして、ライフまだまだ生まれたばかりのものでございます。2021年の4月から運用が開始されました。ここからデータの収集が始まりました。で、まずは暫定的なフィードバックとして、まあ、全国の集計値の提供というものを開始しております。で、科学的介護推進体制加算につきましては、 えまあずっと利用されている方ですと、6月に1回の入力ということですので、大体2021年の10月頃にえ2回目の入力がされたんだというふうに考えております。どうしても変化を見るという点で、2点を見るということは大切だと思っていますし、フィードバックの中でもそうした視点というものを入れていきたいと思っています。現在、科学的介護推進体制加算、まずは事業者ごと、事業所ごとの集計表の内容というものを検討しまして、 フィードバック表を開始できるような形でシステム開発の方を進めております。こちら、システム開発、どうしても時間がかかってしまうというものですけれども、関係者へ取り組んでおりますで。その後、科学的推進体制加算の今度、利用者ごとのお一人お一人ごとの集計表、あるいは他の加算、あのいくつか加算ございますので、そうしたものの事業所ごと、あるいは 利用者ごとというものを集計表の内容を検討しまして、今後、フィードバックに向けて順次システム開発を進めていくということを考えております。そしてこうフィードバックが本格化していくというものになります。でそこからさらに進んだ先としては、データが多くたまってくると、でそれをこう実際に分析してみると、利用者の方、どういった状態の方にどういった特徴があるのか、あるいはこうどういったことに注意する必要があるのか。 あるいはもう一歩進むと、どういった状態の方に、どういうケア、あるいはそのリハビリの手法ですとか、そういったものが効果的なのかというのが、あ研究できると。で、そうしてくると、やはりエビデンスがここで創出されてきまして、フィードバック表に返すというようなことがあできるようになってくると思います、えー。どうしてもこう、皆さんの期待にまだまだ応えきられてない部分もあるというふうに認識していますし、どうしてもデータを集め始めたばかり、そして、こう、今までまだまだ ICT の 導入というのがなかなかこう進んでいなかった介護という現場にこう一気にこう IT の波が起きたというような状態であの現場の方々のご苦労というのもまあ毎日こう聞いているわけですけれどもまあこうした中であの徐々に徐々にこのライフ科学的介護というものが根付いていきましてより質の高いあの介護というものが 進んでいけるようにあの我々も取り組んでまいりますし、あのぜひ一緒に LIFE というものを育ててくださって、えー、いただければというふうに考えております。で最後にあの少し実務的な話になりますけれども、LIFE につきまして、まあ、いろいろご質問をいただくところですと。でこう例えばこうバーゼルインデックスと、まあ、ADL を測るような。 指標がございますけれど、これの評価方法はよくわからないというので、まあお電話たまにいただいたりしますと。で、今、厚生労働省のホームページの方で、えー、こう手引きというような形で、 まあ各指標というものがどういったものを意味するのかというのをなるべく分かりやすく、あの、作ったものもございますし、あるいはこう動画というような形で測定方法というものを作ったりもしています。で、まだまだあの、いろいろご意見いただいているところではございますので、あの、現場の方に使いやすいような形でというところで、あの、マニュアルと、あの、ご意見を踏まえながら作っていきたいというふうに考えております。あの、なかなかこう現場の、実際に評価したりとか、あるいは入力される ている方々に使っていただかないとどうしてもうまくいかない仕組みだと思っていますので、そこはしっかりご意見いただきたいというふうに思っております。またあのお問い合わせについてなんですけれども、あのどうしても電話がいいというところであのお電話いただくこともありますんですけれども、どうしてもちょっと回線の関係とかもございまして、えー、ご案内だけさせていただきますと、あのライフのログイン画面 え右上にお問い合わせの方へというのがございます。えー、電話もなかなか通じづらいというところで、あの、極力メールの方で具体的にあの、送っていただけると、あの、その方が処理がしやすいというのもございますので、あの、ぜひメールでのお問い合わせというのをお願いしたいというふうに考えております。えー、あの、こちらは お問い合わせの方へというのをクリックしますと、まあ、いろいろな説明等々が出てくるので、まあ、ずっと次へ押していただくと、あの、あるところでライフの操作に関するお問い合わせというところで、あの、まあ、現場の方々、よくある質問みたいな形で、えー、キュエーションみたいなのを作っております。で、これ見てもまだ解決しないという場合には、あ、お問い合わせフォームというのがあります。えー、これで例えばこう、 ライフの操作に関するお問い合わせで、様式情報の登録というのを押していただいて、CSV ファイルが取り込めないというのを押していただくと、一応書いてあるんですけれども、どうもこれだと解決できないという場合には、右下のお問い合わせフォームというのを押していただきますと、フォームが開きますので、こちらから具体的な症状ですとか、あるいは質問内容というものをいただければ、こちらの方でできるだけ早く回答するようにしておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 最後になりましたけれども、あの科学的介護、ライフについてはあの、現場の皆様のご理解なしには前に進めないというものだと思っています。えー、ぜひご意見いただきながら、ともにこの取り組みというものを育てていきたいというふうに考えておりますので、えー、どうぞあの今後、その後あとの質、えー、オ応答でもあの、汚いご意見いただければと思いいままますととずごごごあありりががううざざしたさいます。